リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンドです。はい、本日はこちら、セーブシシバナヘビのサナちゃんの動画となります。はい、Facebook でね、関わりがあったりだとか、交友がある方にはちょっと最近もう伝わってるとは思うんですけれども、最近この子がですね、ほぼ私のパートナーになっております。はい。まあ、どういうことだっていう話なんだけど、YouTube 見てる人からするとね。この子ですね。まあ、ベタ慣れっていうのもベタ慣れなんですけれども、大体この手のひらで遊んでてくれるんですよね。で、こういう感じでね、指に絡みついて、ずーっとなんか遊んでて、で、なんか気がついたらここでトグロ巻いて、なんか、ゆっくりというか、多分寝てると思うんだよな。この子たちって実はね、まぶたがないんで、寝てるかどうかっていうのがね、ちょっと判別が私がまだわかんないんですよ。寝てる時ってどんな顔してるんだろうっていう感じでね、ちょっとわかんないんだけど、なんかよく蛇の寝てるのを見ると、白目向いてるみたいなのがあるんだけど、白目向いてるわけでもないから、今は寝てるのか？何なんだ？っていうのがちょっとまだわかんないんだけど、多分ね、動き止まってるから寝てると思うんだよね。で、まあ、ずっと大体こうやって手のひらで一緒に遊んでおりまして。で、まあ、他にもね、うちペットがね、フクロモモンガだったりだとか、レオパだったりだとか、あとはサバンナモニター、そしてあそこにイモリとサンショウウオといるんですけれども、その子たちと比べちゃうと、やっぱりこう触れ合ってる時間はかなり多いかなっていうところです。で、理由としてはなんですけど、まあ、フクロモモンガって、まあ、おとなしくしててくれないんですよ。どちらかというと。で、まあ、ポーチの中に入ってたりとかすると、まあ、ポーチの中でおとなしくはしててくれるんですけれども、まあ、ポーチから出てね、結構立体行動をするの。ぴょんぴょん飛び跳ねたりとかね、壁登ったりっていうのをしちゃうんですよ。なので、まあ、パソコンとかをね、触りながらってやると、気がついたらね、あれどこ行ったんだろうっていうことが起きてしまうわけですよ。で、危ないところに入ってしまったりとか、危ないところに行ってしまったりっていうことも起きるんですよね。するとちょっと安心感はないじゃないですか。で、まあ、慣れてくれてる子もいるんですけど、ギョロメちゃんはね、ちょっと慣れてないんだけど、ギョロメちゃんはね、そもそも人間があんまり好きじゃないので。で、ハルくんとかハルくんとかは今慣れてくれていて、大体一緒にいてくれるんだけど、途中でね、飽きちゃうと、もう手のひらの上でずっといるなんてことはないんですよね。どっかちょっとこう、登ってみたりって絶対するんですよね。で、気がついたら危ない、危ないみたいな気持ちになったりとかして、で、うららちゃんは今ちょっと荒れちゃってて、病院から帰ってきた後なのでね、まあ、まだちょっと、事故ってたまに起こっちゃうところがあって、まあ、それもね、まあ、ゆくゆくで、まあ、ちょっとごめんなさい、話逸れちゃうんで、一旦置いときますけれども、まあ、福ももちゃんたちは、そういう感じでね、おとなしくはできないので、ずっとこう、戯れてるっていうことは、やっぱ難しいんですね。で、サンショウウオとイモリに関しては、そもそも触るような生き物じゃないんですよね。多分人間の体温って、あの子たちからすると、温度高すぎて、ちょっと、やけどまでいかないにしても、低温やけどみたいなね、ことは、ありそうだなってずっと思っていて、なので、まあ、そもそもあまり触るような生き物じゃないので、干渉してって感じになるんですね。まあ、たまに手のひらに乗っけてっていうのは しますけど、本当それは、ま、そんなしょっちゅうすることではないのでね。で、レオパとかは、まあ、ハンドリングもするんだけど、あの子たち意外と俊敏な動きをして、こう、落ち着いてね、手のひらの上にいてくれることもあるんだけど、気がついたら、こう、急に、俊敏な動きでカサカサカサって走り出したりとかするんで、手のひらに乗っけておくと、ね、落ちてしまう可能性もあるわけですよ。するとね、よくパソコンのとこで触ってたりとかすると、あの高さから落ちるってことは、人間で考えると、まあ、マウスぐらいの大きさが人間だとすると、そこから、ふーっと落ちるってなると、多分人間は何だろう、4階とか5階くらいから落ちてるような高さなんですよ、これって。で、危ないじゃないですか。で、まあ内臓にね、こうダメージがあったりだとか、もしかしたら骨折れちゃったりだとか、結
構ね、まあ彼らは強いので人間に比べるとね、あのなこの高さから落ちたぐらいだったら怪我ってないかもしれないんですけども、だとしても危ないは危ないじゃないですか。なのであの安心はできないわけですよ、ハンドリングしてても。で急に本当にね走り出すんですよ彼らって。もうびっくりするからね。だからそういうのもあるから、なんだろう、様子を見ながらハンドリングって感じで、なんか何かをやりながら一緒に戯れるっていうのはやっぱ難しいんですよね。あの例えばパソコンでね、私動画の編集をねしたりしますけども、動画の編集をしながら触るっていうのはやっぱ難しいんですよ。様子を見ながら触るっていうところになるんですよね、どうしても。それはサバンナモニターもレオパも福門も全員そうなんですよ。目を離す隙っていうのはあんまりないんですよね。例えばですよ、あのこのパソコンが蚊帳の中にも入ってたりとか、もうなんだろうな、本当にちゃんとした個室の中とかっていうのであればできるんでしょうけども、あのそこまでのことはねしてないので、でこの部屋はね隙間とかもあるんで、隙間とか入られたらやっぱり嫌というか、何かあったら大変っていうところでね、だから気を抜けないんですけど、この子はね残念ながらなのか嬉しいのかちょっとあれですけど、目を離せるんですよね。目を離してもここにいるんですよ。今6分ぐらい喋ってるけど、見てずっとここにいるの。もしいなくなったとしても、いなくなったというか動いたとしても、この手首に巻きついてたりとかで終わるの。でね、この子からすると私のこの体温があったかいんでしょうね。ずっとほんとここにいるの。だからね、ご飯作ってる時も、ご飯食べてる時も、あと福ももたちとかもペットちゃんたちのね、ご飯の準備したりとか、掃除してる時も大体一緒にいるのね。で、例えば手を使いたいからっていう時に、このままね、この子をポケットに、こうポケットにね、やばい、お腹にいっちゃった。ポケットに入れたりとかしてても、ずっとポケットにいてくれるのね。どっかに逃げ出したり、脱走したりが、ないの。一回も。まあ、安心しきっちゃダメなんだけど、ないの。ってなるとね、触っちゃうじゃん。こうやって。しかも嫌がんないんだもん。いるんだもん。もし他の子たちはね、こうやっていてくれるんだったらいいけど、みんなね、ちょっとしたらね、いなくなるの。手のひらの上からは。だからね、悲しいの。ってなった時に、この子、ずっといるから、触っちゃう。もう、だからパートナーみたいなヘビっていうね。うん、最近 Facebook ではね、ちょっと、サナちゃん以外のね、二つ名でちょっと呼ばれてることもあるんですけれども、うん、まあ、それはそれでって話なんだけどね。ちょっとね、その Facebook で絡みのある、仲、私は仲いいと思ってる人がいるんだけど、その方が、まあ、ヘビ年でね、じゃあその子の名前、私の名前にしようよ、みたいな話を、まあ、ちょろっとしてたの。で、試しにね、この子をその名前で呼んだの。したらね、反応したの、この子がその名前で。で、サヌちゃんって呼んでも反応しないのに、その名前で呼んだら反応して、カメラの方を向いたの。もうね、そっからね、たまーにその二つなんて呼んでしまうことが私の中であります。ちょっと動画ではね、気をつけていますけど、もしその名前で呼んでったら、私がね、こう無意識でね、ご了承いただけますと幸いです。マジだって反応するんだもん。で、一応ね、その人のあだ名ではあるんだけど、一応個人名っちゃ個人名なので、できる限り動画では名前出さないように気をつけます。はい。いや、とりあえず、こんなにずっとにいてくれるひびちゃんはいないよ。顔、かわいいね。こんなベタなれな子もあんまりいないらしいね。セーブシシバナヘビって意外と繊細でね、怒っちゃう子もいるらしくって、ただこの子はそれがないのよね。見てこれ。本当に。すごいね。まあなのでほぼほぼパートナーヘビになっております。はい。
今後ねこの子の動画がちょっと増えていくとは思うんですけれども、そういう感じでね戯れてること多いよっていうのを理解していただけますと幸いです。はい、ということで、本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどですねよろしくお願いいたします。また次の動画も見ていただけますと幸いです。他にも過去の動画様々上がっておりますので、そちらの動画もぜひ一旦も見ていただけますと幸いです。はい、それでは以上となります。以上、リントとサラちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。